どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、タウンホール9から星3を取れる編成っていうのはやはりなかなかね、その確立したものっていうのはないと思うんですよ。星2を取るんでしたらゴアイブとかゴイビー、まあゴイビー結構星3向けですけれども、まあ、ゴアイブとかありますけれどもね、星3、これね本当にねやっぱ結構いい編成だなと思います。その名もゴ、なんつうでしょうね、ゴジャワイプ、ゴーレム、ジャイアント、ウィザード、ペッカ、その4種類を使った攻めが非常に強いということについて喋っていきたいと思います。早速リプレイを見ていきましょう。はい、この村ですよ。まあ、結構本当に一般的に見るなんかあれですよね、フィールドに、まあ、全体に広がる配置のなんか代名詞とも言うような、結構この配置は、結構見ますね。この配置を攻めました。まずは、援軍処理がですね、まあ、できないというか結構厳しいんですよね。実際にその偵察のところでそのクランの城の範囲を見てみると、この大砲の位置とかはギリ被っているか被ってないかぐらいで、そのホグライダーとかで釣ろうとした時に射程があるじゃないですか。射程とかの影響で確実に援軍を釣ることができないんですよね。なのでこれは援軍処理はしてないのかな、して多分してない。はい、見て、あれ見ていきましょう。はい、ここでも隠しテスラがなんか出てきましたね。ここに置く意味がちょっとわからないですけれども、はい、そうですね。まあもう、ゴーレムを出して、そこから、黒ジャイを出していくという感じですね。まあアタック、結構、ジャイアントは面というかちょっとした面で出しておりますね。さあ、そしてやはりそのヒーローを出して、まあとりあえずはその、迫撃砲を破壊するという感じですね。はい、あ、ここで援軍が出てきました。さあ援軍が来たのはどうなるんでしょうかね。はい、ウィザードがやっぱちゃんとやってくれていますね。ジャイアントがその大幅に死ぬことなく、ここでヒーリングの呪文をかけることによってやっぱりジャイアントを耐久させるってことですよね。そしてまあレイジということで、まあやはりその早めにタウンホールを破壊しておきたいですよね。そのやっぱヒットポイントも非常に高いので。そしてペッカ先輩がちょっとね、あれペッカ先輩が、あ、ちょっとウィザードとかこっちに寄ってるのがもったいないですけれども、はい、ここでちょっと話しておきたいのが、真ん中って結構、まあでもこの配置ですとそのフィールド全体に広がっているので、まあ、あまりないかなと思うんですけれども、その密集した配置とかですと真ん中に入った時点で周りからの集中砲火を受けることになりますよね。まあ、なのでこういうところでヒーリングを打って、なんでしょうね、もう終盤に備えてその終盤にも HP をちゃんとこう保たせるっていうことが大事になってくるので、まあ、こういうところでヒーリングを打つっていうのは大事だと思います。ここでアチャクイですよね。一つ、まあ、やっぱり、こういうゴジャワイプみたいな、そういうのでやはり重要となってくるのが、その本当に、なんでしょう、個々といいますか、やっぱジャイアント一体一体のやっぱ HP も高いので、まあ、その盾としての性能はやはりそのゴーレムの方が硬いですし、バネでも飛びませんし、ゴーレムの方がいいんですけれども、やはりそのジャイアントがたくさんいることによって、やはり大砲とかね、そのバネとかで飛んじゃうっていう危険性はありますけれども、やはりね、もうジャイアントが1体1体の HP が高いので、 HP 的にはジャイアントの方が高いんですよね。はい、まあで、そうですね、やはり強いですね本当に。まあ隠しテスラの位置も1ですけれどもね。はい、そしてアチャクイ、そしてもうアチャクイの存在感がやばいっていうね。はい、まだ一応言っときますが、このジャイアントはこっちで出しましたからね。このもうなんつうでしょう、もうね、赤道を通るような、通るようにもジャイアントが歩いていますけれども、もうまさかの赤道のね、端から端まで行ってしまうということですね。いや、やばい本当に。やはり、まあ、編成は、今ご覧の通りなんですけれども、まあそうですね、呪文もやっぱそのジャイアントが主体ということで、ヒーリングを持っていくことによってその、まあ、耐久させながらって感じですね。普通のやっぱりそのゴワイプとかだとやっぱレイジ2発ぐらい持っていくのがやっぱ主流なのかなと思いますけれども、やはりそのジャイアントをメインに
するので、ヒーリングやはり3発、そしてまあゴーレムが1体ですね。まあゴーレム、最後までゴーレムは残らなかった、残ったのかな、残っ、まあ、まあだとしても、まあ本当にね、ジャイアントが15体いることによってもう全然圧倒的に違いますね、やはり。そして気をつけなければいけないのは、こういう広い配置ですと、やはりジャイアントがバネに飛ばないっていう、まあ、その何でしょう、メリットではないですけども、そのバネで飛ぶ危険性があまりないので、あの密集している配置ですと、その何でしょうね、ジャイアントの通り道とかにバネがこうポンって、置かれていることがあるので、このジャワイプ、ジャワイプじゃないな、ゴジャワイプは結構その失敗する確率もちょっと上がってくるのかなと思います。やはりそのフィールドに全体的に広がる配置には、こういうジャイアントを使った編成っていうのが、やはり星さんが取りやすいのかなと思いますね。はい、まあでもゴレウィズみたいなもんですね。ペッカも1体なので、そこまでそんなあのペッカが超なんて言うんでしょうね、キーとなるというようなゴワイプのようにね、キーマンになるような存在ではないので、やはりゴレウィズ、ジャイウィズを含めた、まあ、感じですね。やはり強いかなと思います。まあ、私もね、真似したいですけど、なんか結構トリッキーじゃないですか、ね、わかんないですけどね。なんかね、はい、ということで、本当にこの編成、皆さんも真似してみてください。ご視聴ありがとうございました。